専務理事を務めております山口徹と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに主催者を代表いたしまして、公益社団法人日本青年会議所2017年度地域最高部担当常任理事岡田誠司君よりご挨拶いただきます。はい、岡田常任理事よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。本日はゴールデンウィークのまさしくスタートという日に、これで皆様こんにちは。ただいまご紹介いただきました一般社団法人宮崎青年会議所第66代理事を務めております川越美翔と申します。まずはじめに本日はこのような晴れ晴れとした中、宮崎におきまして現地調査並びに対話集会ができること本当に嬉しく思っております。そして本日は大変お忙しい中、公益社団法人日本青年会議所地域最高グループ担当常任理事岡田誠司君、そして宮崎ブロッカー全国大会運営会議議長長友剛君をはじめとしますメンバーの皆様、そして宮崎ブロック協議会会長大野勇君をはじめとしますメンバーの役員の皆様、はい、皆様お疲れ様でございます。お疲れ様です。本日はですね、本当遠方より、宮崎の方までお越しいただきまして誠にありがとうございます。今日の宮崎はですね、本当に昨日一昨日ぐらいまでちょっと天候悪くて、少し寒いぐらいだったんですけど、今日一気にですね暑くなりまして、ちょっとジャケット着てるのも暑いなと思うぐらいまでなりました。今日の工程なんですけども、簡単にですね。今、ここ木花というところの諏訪引武道館というところになります。こちらを出てですね、約一つ目の会場までがですね、40分かかります。そこからはですね、7分とかそういったところで動けるんですけども、今ここがですね、市街地から、ちょっと離れた場所にありまして、ここから市街地の方へ向かってまいります。今日行く会場はですね、開会式、ウェルカムレセプション、これが平和大公園、成功祈願祭、大懇親会会場が宮崎神宮、式典会場がこちらに見えますサンマリンスタジアムですね。それを経てですね、先ほどの会場に戻っていただくという工程になります。ちょっと長丁場では2時間半ぐらいの工程にはなりますが、長丁場ですがどうぞよろしくお願い申し上げます。まず自己紹介の方からさせていただきます。私がですね、宮崎青年会議所を、今年度幹事を務めさせていただいております、松浦と申します。どうぞよろしくお願いいたします。同じく私がですね、宮崎青年会議所の方で、全国大会構築会議の担当をさせていただいております上村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それとですね、本日はですね、宮崎市役所の方から、お一人ですね、ぜひ、別にお仕事じゃないんですよね。お仕事じゃないんですけど、なんか市役所の方でですね、すごく JC のことが好きだという方が本当にいらっしゃって、でその方がぜひ同行させてほしいということでですね、1名来ていただいてますので、ちょっとご挨拶をさせていただきたいと思います。皆様はじめまして、JC 大好き、宮崎市役所長友と申します。本日どうぞよろしくお願いいたします。はい、まずですね、一つ目の会場までちょっと時間あるので、まず、宮崎市のまずちょっと簡単な概要を説明させていただければと持っております。人口であるとかですね、主要産業、また交通とかに関してですね、説明させていただきます。すみません、それでは私の方から、簡単に宮崎市のご紹介させていただきます。
まず宮崎市なんですけれども、人口約40万人の中核市でございます。主要産業といたしましては、私食事が大好きなものですから、食に関する部分のご紹介させていただきますと、まず畜産業ですね。宮崎牛、皆さんもご存知かと思いますが、和牛オリンピックが今年度開催されるんですけれども、宮崎牛、今までですね2連覇を達成しておりまして、2連覇というのが、史上初と言われております。今回は、3連覇を目指して、ただいま準備しているところでございます。農業に関してはキュウリやピーマンの、生産量が、日本一を誇っているんですけれども、最近マンゴーの季節となりまして、4月の13日ですね、マンゴー初競りにかけられましたところ、2玉で40万円の金額で、落札をされております。福岡市のデパートで販売されたということでして、今の時期宮崎空港の方でもお買い求めいただけるようになっておりますので、お帰りの際はぜひお買い求めくださいますようよろしくお願いいたします。マンゴーの他にもですね、国産のアボカドの生産にも、手掛けておりまして、アボカドはすみません、まだ季節ではありませんが、時期が10月頃となっております。皆様、10月といえば来年の全国大会の時期でございます。どうぞ全国大会の折には宮崎空港でお買い求めいただきますようお願いいたします。また水産業なんですけれども、皆様宮崎キャビアというものを聞いたことございますでしょうか。まだ さほど馴染みがないかもしれないんですけれども、国際線ですね、のファーストクラスでの、機内食として採用されたりですとか、昨年の伊勢志摩サミットにおきまして、各国の首脳に提供されるなど、今、宮崎が誇る高級食材として、これから展開していこうというところでございます。こちらは、冷凍キャビアでございまして、またこちらも、私すみません空港の回し物ではないんですけれども、宮崎空港で販売しておりましたりとか、宮崎市内の、デパートでも販売しておりますので、だいたい1個1万円前後とちょっと高級ではあるんですけれども、またご賞味いただければ幸いでございます。まだ喋って大丈夫ですか？すみません、また、宮崎市ですね、行政と、JC さんとの関わりも少しご紹介させていただきたいと思うんですけれども、宮崎市では、私ども、商業労政課が、例年ですね補助金の担当をさせていただいております。昨年頃からいろいろと行政との関わりについていろいろご相談いただいているところでして、来年度はですね、全国大会の補助金だけでなくて、いろいろと、調整に関するところご協力させていただければと思います。で、市も県も一体となってやりたいと考えているところなんですけれども、やはり私たちが目指すところでいたしましては、少しでも宮崎のファンを増やしたい、一度お越しいただいた皆様が今後もまた宮崎に行きたいと思っていただけるように、同じ目標を掲げて、頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。そろそろ、あと最後にですね、交通の面に関しても少しお話しさせていただければと思います。私たちの、宮崎県ですね、非常に車社会となっておりまして、そうですね、なかなかバスとか電車とか、そういったものが栄えておりません。例えば電車もバスもですね、30分から1時間に1本という、本数の少なさでして、宮崎市民もですね、バスに乗ったことがないという方も非常に多くいらっしゃるほどでして、自転車であったりとか車であったりの移動が主な手段でございます。なので来年の全国大会の折には、移動手段についても一つ、検討材料になるかと思いますので、そちらについてはまた、来年のですね交通手段の充実に向けて、また一体となって、進めていければと思います。すいません、長々と喋りすぎてしまいましたが、以上で私の方から簡単に、宮崎市の紹介でございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。簡単にですね、宮崎青年会議所のですね、本当簡単な ご紹介ですが、設立が1951年ですね、今年で66年目ということになっております。九州県内で、一番最初にできたロムです。宮崎青年会、全国で、23番目にできたロムでありまして、宮崎青年会議
ティションがあってですね、また、まあ、福岡であるとか熊本さんであるとか、そういったところが、まあ、次々とできていったということになっております。今ロムの会員数なんですが、約197名で、女性が12名ということになっております。2、3年前ぐらいまではですね、女性も30名ぐらいいたんですけど、まあ、多くのメンバーが卒業をしていったということになります。年間の事業数は約40事業ぐらい、やっておりまして、まあ、行政さんと係を持ってやらせていただいたりとかですね、 YG さんとか、そういった方々とも一緒に事業を数多く行っております。以上簡単でありますが、宮崎青年会議所のご紹介でございました。もうちょっとしたらですね、ちょっと有料道路に乗ります。ここの区間だけはですね、シートベルトをしていただくちょっと決まりになってまして、私たちもちょっと着席をさせていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。また、有料道路を降りまして、また少しお話をさせていただきますので、どうぞまた後ほどよろしくお願いいたします。実際に自分たちが住んでる場所なんですけど、いい場所、何が他県から来られた方に対して、一番伝えたいものなんだろうっていうのがですね、本当に考えてみると分からなくて、たくさん事業もやってるんですけど、それでも結局 何が伝えたいんだろうねというふうになりました。で、例えば宮崎のいいところとか悪いところっていうのが私たちの知っている限りでも、まあ、何個かあるなというふうには思っているんですけども、どうでしょうか、県外の皆様の方で宮崎といえばこうだよねとか、宮崎のいいところとかが、まあ、なんかこう思い浮かばれる方いらっしゃいますか？いかがですか？マンゴー取り、ありがとうございます。地鶏、はい、あれちょっとやっぱ食べ物ですよね。食べ物ですけど、なんか、はい、本当に食べ物は地鶏の炭火焼きとかですね、ありまして、あとはチキン南蛮とか、あるんですけども、なんか県外とか 国外向けにですね、リサーチをすると必ず出てくるキーワードはマンゴーらしいです。私たちはマンゴー、まあ、マンゴーももちろんそうなんですけど、地鶏とかの方がですね、まあ、宮崎県民も日頃からとてもよく食す食材なんです。県外の方々とかが来た時だけ食べますとか、そういうものではなくて、日頃からですね、チキン南蛮も地鶏も県民もすごくよく食べてるものになります。あとはですね、温和な人柄っていうのが結構出てまして、宮崎には日向時間っていう言葉がございます。日向時間っていうのはですね、何ですかね、ゆっくり流れる時間っていうことなんですけど、待ち合わせをするとですね、宮崎の人って、まあ、例えば1時にどこどこ待ち合わせっていうと大体30分ぐらい遅れてきたりするんですよ。これ本当笑い話なんですけど、本当にそうで、例えば1時にもう待ち合わせ、絶対時間厳守だなと思った時はもう12時半ねとかいう待ち合わせをするように、なんか そういうのを日向時間と昔から言われる時間がございます。その他はですね、宮崎の中心市街地から約30分圏内で、車で30分圏内で行けるゴルフ場がですね、6カ所ありまして、その中でも、まあ、フェニックスカントリークラブとかですね、結構あのメジャーの大会も行われるようなコースもありまして、金額もすごく安いです。大体フェニックスちょっと高いんですけど、まあ、その他のコースだと、まあ、大体7000円とか、8000円ぐらいで、まあ、1ラウンドできるようなところでございます。あとはサーフィンなんかもとても有名でですね、世界大会とかも行われたりとかしてますし、今宮崎市が、移住のなんかやってますよね。あれについてちょっと話せますね。分かんないですね。
あの移住促進をしてるんですけど、非常に多くの方々がいらっしゃってくれてます。その方々がですね、IT 企業が一番多いんですけども、その次に多いのがやはりサーフィンをしに来てますという方で、日南市であるとか県北の日向市っていうところに、サーフィンの世界大会が行われるような場所にですね、サーファーの方々がどんどん移住してきたり、してくれてます。はい、そういったところでしょうか。はい、それとですね、地域の宮崎市の、あるあるがやっぱあるんですけども、宮崎市ってどんなとこっていうところでですね、とにかくその遊ぶところがですね2パターンしかないんですよ宮崎。3パターンかな、3パターンぐらいしかなくて、夜の西立に行くか、イオンに行くか、スポーツをするか、もうこの3つしかないと思っていいと思います。ないですね。ありません。ですね、暑いね、イオン行こうか、なんか買い物イオン行こうか、寒いよね、イオン行こうかと、もう本当にイオンばっかり来ます。で、西立というところがありまして、多分全国大会で来られた際は、今日もかもしれませんけど、日本で一番スナックの多い町が宮崎市です。はい、人口10万人あたり164件という、なんかちょっと微妙な数なんですけど、なんでしょうかね、もうずっとキャバクラ、スナック、そういったのがずらっと並んでます。ですごくその夜の街自体はコンパクトシティと言われてて、西立に行けばもう何百軒の、スナックキャバクラがあります。とにかくイオン、それと西立、分かりますか。すみません、今の西立という言葉に反応しまして、少しご紹介させていただきたいんですけれども、最近宮崎市と宮崎観光協会が、This is 西立という、宮崎市 PR 動画を作成しまして、ほんの 2,3 日前、ニュースゼロですね、で木曜日にも取り上げていただいたんですけれども、何が話題になっているかというと、振り付けをされたのが、振り付け集団のエアマンさんという方たち、ご存知でしょうか。最近だとですね、GU の CM、内田有紀さんと、中条あやみさんがこう可愛く踊る CM とか、いろいろ CM ですとか、プロモーションビデオとかですねを手掛けてる方たちが作られまして、宮崎市出身の工藤彩乃さんという女優さん、まだあまり皆さん馴染みがないかもしれないんですけども、数年前、美少女コンテストでグランプリ取られてる方でして、おそらくこれから出てくる女優さんかと思います。その工藤彩乃さんと、あとは謎の男というですね、シルクハットじゃないですね、ハットにサングラス、スーツを着た男性2人で、街中を練り歩くという動画がございまして、3週間で12万回の、再生回数、記録しております。おそらくこれからどんどん視聴も伸びると思うんですけども、ぜひ今夜西立に行かれる時には行かれる前に、そのプロモーションビデオですね、見ていただければと思いますので、宮崎の魅力たっぷり詰まった動画となっておりますので、ぜひご覧くださいますようお願いいたします。はい、PV のご紹介でしたが、ちょっと戻りますけども、今のように西立に行くか、それかイオンに行くかという選択肢なんですが、その他にですね、宮崎には民放が2局しかありません。UMK、MRT、この2局のみです。で、月9とかありますよね。月9とかあると思うんですけど、宮崎には月9という習慣はなくて、月曜日の夜9時は、MRT の方で、サスペンス、UMK でミステリーと、2時間ドラマが両方流れているという件になっております。それが、一つですね。それとですね、先ほど宮崎は自動車社会ということでですね、非常にバス、電車などの交通インフラが栄えておりません。
なので主に、まあ、ほぼ自家用車ですね、自家用車なんですけど、そういう社会なんですが、スキヤ、まあ、それとスターバックスとかにドライブスルーがあります。これはあまり不思議じゃないですかね。なんか首都圏の人からすると、そういうところにドライブスルーがあるのはすごく不思議だと言われまして、そういったところにドライブスルーもございます。はい、それとですね、まあ、自動車社会ということもありまして、通勤時間、仕事への通勤時間がですね、全国で一番短い県です。平均で 17.7 分の通勤時間というふうに言われております。それと出店みたいなのが出てる。宮崎県、先ほどスナック日本一、10万人あたり164件という話をされてました、させてもらいましたが、行ったとこ行って、日本一ですね。あ、うんすか。なんですかね、これは雪吊りの関係、雪吊りの関係が多い県というふうにデータが出てます。はい、全国平均でですね、全国平均ですよ、全国平均だと、あなたは人や限りの関係を持ったことありますか、全国平均 39% はイエス、宮崎県は 61.5% 全国でそんなのすね。そういうやっぱり県なんですね。ちょっと遊ぶところが少ないのでですね、やはりそういうふうになっちゃうということになってます。はい、ここからずっと進んでいくとですね、平和台ですね、の方に入ってまいりますが、平和台とか今から見ていただく場所はですね、現地で詳しくご説明をさせていただきます。1時過ぎですけど、お昼ご飯とかも皆さん食べられましたか？食べられてます？食べてないですか？宮崎のですね、お昼ご飯は、やっぱチキン南蛮なんですよ。地鶏はですね、あんま食べないです。お昼はですね、お昼はチキン南蛮をみんな食べに行く人が多いです。チキン南蛮とラーメンとうどんぐらいでしょうかね、宮崎だとですね。でチキン南蛮だと、まあ、瀬頭というところに小倉というお店があります。そこがまあ人気ですよね。小倉とチキン南蛮です。宮崎とチキン南蛮食べたいなと思ったら、まあ、一旦小倉に行くということです。まあ、でも夜お店に行って居酒屋さんとか行くと、もうどのお店でも絶対チキン南蛮ありますので、ご賞味いただければと思います。何を伝えようかっていう話に先なったっていう話をさせてもらったんですけど、まあ、観光資源がたくさんあるっていうのは、まあ、それはそうなんですけど、でもどの県もですね、やはりいいところっていうのはすごいたくさんあって、でその県その県に美味しいものもたくさんありますし、なんかそういうものではやっぱり、まあ、全国から来ていただくですね、メンバーの方々に何かおもてなしをすることはできないよねという話になりました。で、宮崎にしかないものをやはりみんなで考えてたんですけども、やはり神話じゃないかという話になりました。まあ、宮崎の神話っていうのはですね、古事記という本に書かれたことが始まりでして、まだ詳しくはちょっとわからないんですけども、古事記のですね、話によりますと古事記によりますとですね、古事記によりますと、まあ、宮崎の地で、神武天皇が、まあ、お生まれになって、でその神武天皇がですね、それ初代天皇なんですけども、神武天皇が、開会式ウェルカムレセプション会場の予定地となる県立平和台公園は、宮崎市街地を一望できる自然林に囲まれた丘陵地に位置する都市公園です。
公園のシンボルとしてそびえ立つ平和の塔は、紀元2600年記念事業の一環として1940年昭和15年に作られました。この塔は日本サッカー協会のシンボルマークヤタガラスをデザインした大分県出身の彫刻家日名子実造氏の設計によるもので、建設には延べ人員66,500人、総工費現在の金額でおよそ10億円を費やし、完成までに1年6ヶ月を要しました。塔の高さは 36.4m、 塔の正面には永遠の平和を記念し、昭和天皇の弟君である秩父宮殿下直筆による八甲一湯の文字が刻まれています。塔の内部へと続く青銅製の扉には、神武天皇が塔西へと船出された様子が刻まれており、その扉上部には榊と三種の神器が描かれています。ここ平和台公園は自然と触れ合う憩いの場であると同時に、神話の地宮崎を象徴する貴重な歴史遺産の場として広く親しまれています。実際に、全国大会を開催するっていったときに、開会式であるとかウェルカムレセプションみたいなですね、ちょっと大人数をに来ていただけるような場所というのがなかなか、ないというのが現状でして、車社会ということもありましてですね、ちょっと離れてはいるんですけども、こういう会場を選定させていただいたというふうな流れになっております。もうすぐ平和台公園の方に到着しますので、今しばらくお待ちください。調査ですけども、非常に時間がタイトでして、会場のほぼ前に車を停めさせていただきますので、速やかに降車いただきまして、5分ぐらいしか時間が取れないかもしれませんけども、お先導させていただきますので、何卒迅速な行動の方よろしくお願い申し上げます。武道館からじゃないけど、でも結構な距離ツアーありますね。から結構な距離、基本は開会式でここスタートで、そうですね、ここまで来るのでもいいし、55分からございます。正面左側の像から神武を表す荒御霊、この像は前に進む力を表しており、正面右側は昇降陣を表す右御霊、この像は親しみを交わる力を表しております。塔の裏手にございます農耕陣を表す差し御霊、人を愛し育てる力を表しております。最後に魚陣を表す串御霊は、観察力、分析力、理解力などから構成される知性の力を表しております。正面に刻まれております八甲一湯ですが、昭和天皇の弟にあたる秩父宮安仁親王により記号されております。この八甲一湯という文字ですが、日本書紀の記載にされた言葉をもとにしており、意味は全世界を一つの家のようにする、全てのものが共存共栄をする世界を表しております。この平和台公園を開会式ウェルカムレセプション会場にした理由といたしましては、全国大会宮崎大会のテーマは原点回帰です。宮崎県は天孫降臨の地であり、神武天皇が創生の地とした出発点でもある、この豊かな自然を感じていただき、また海抜60メートルからの宮崎の街並みを一望でき、義務化神話に基づく日向の心を感じ取っていただく最もふさわしい場所となるため、ここで開会式ウェルカムレセプションを行わさせていただきます。会場のレイアウトをご説明させていただきます。平和の塔を正面に、左手側にステージ会場を設営させていただき、会場収容人数1300名を想定し設営させていただきます。
こちら中央の通りは開けさせていただきます。広は中央にある八角形の踏み石があり、その上で塔に向かって手を叩くと塔に跳ね返った音がビーンと響きますので、この会場を訪れていただいた際にはぜひ試していただき、平和第二公園に訪れていただいた記憶を残していただきたいと思います。開会式は午後5時から開会し午後6時までとなっております。ウェルカムレセプションは午後6時半から開会し7時45分までとなり、ウェルカムレセプションのアトラクションとして太鼓の演奏や国の重要無形民族文化財に指定されている神楽を行う予定となっております。宮崎の夜の街明かりを見下ろしながら幻想的な太鼓の演奏と夜神楽を堪能していただき、全国大会宮崎大会のスタートとさせていただきます。以上ご説明となります。何かご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。はい、なければ、次の会場に進みたいと思いますので、バスの方へご移動よろしくお願いいたします。もし質問があれば、バスの方に、当メンバー乗っておりますので、ぜひご質問ください。よろしくお願いいたします。こちらがですね、図書館とその隣にメディキットセンター、こちらの方になっております。はい、今ですねもう直接入ってまいりましたが、先ほど、宮崎神宮の方ですね到着いたしました。すごいとこ通ってるね。そうですね、これ狭いですね。門が通っちゃうんだ。うん、すごい。てか知ってました？あの北海道神宮の秋田神宮。はい、こちらがですね、西の方へ。あら、海に前が来るよ。いいとこ行くっすか。あ、聞こえないね。聞こえないですね。これまだやっぱりこの前のインカムの方がまだいいかもしれないね。ちょっとブズブズするけど、もうちょっと大型のやつを借りた方がいいかもしれない。メガ拡声器。はい、確かにね。まあでもあれも結局、うん、最後距離1台足りない1台足りないとかっていう。あ、そう、あれ結果なんかなくなったとかない。いや結果あったの。ありました。あった、よかった、はい、あれ借りたんでしょ。もともと持ってんの。レンタルです。あ、レンタル。あれでいくらぐらいすんの。あれ予算出てたけどちょっと覚えてない。本当でも何万何万5万とか8万とか5万ぐらい。
富山であんなの持ってる業者いないんで、やっぱ関東の方の業者から、あ、わざわざ取り寄せて、あ、そうなんだ、手間かかってるね、結構手間かかってるね、まあ、あれがいい手法なのかどうなのかっていう、あれでも本当に電波状況がちゃんと良ければすごくいいと思って、うん、これいいねってみんな言ってたんだ、うん、この状況はここしかない、こちらにお住みください。こちらが、東園になります。前田集会、日にち決まったんですか？22、6月22日、うん、来てね、行く予定にします、うんうん、平日ですもんね。平日、そう、平日なんだよね。平日じゃなかったらさ、土曜日とかだったらさ、土曜日とかだったら、はい、本当は学生とかさに説明させようと思ったらさ、そういうのがなんかいいでしょ、中学生とかさ、ディベート大会で例えば優勝してる女の子とかね、うん、大通公園で札幌市はこういう街ですみたいな感じで言ったらさ、ちょっと感動的でしょ、伝わるかもしれない、うん、夢あふれる日本を実現しますこれ大根？はい、ここか。本命は、反対側でやらせていただきますので、ご協力お願いいたします。まあできる。キャパ的には十分。うん、できるできる。これ何のためにこんな広い感じでずっとしてんだろう。そういうイベントのためにこうやってやってるのかな。神社のようなんでこんなもんあるのってねえ、これ駐車場にしてんのかな、普段なんだこれめっちゃ無駄なスペースでしょ、これ普通は。富山あったかいの？富山、あ、でも昨日とか25度あったっていう、あ、ほんと全然いいでしょ札幌も6月22日だからだいぶ暖かい、暖かい、あ、ビアガーデンもやってんじゃないかな、やってないかな、どこにも行ったかな、坂本さんも今年には行きたい、札幌には行きたいって言ってた、あ、そっか、今日いないの、今日ブロックの授業が富山でやってて、ブロックの院長なんでそっち顔出さない、そうだよね、はい、中なんでこっちまで来ちゃったの、ここじゃなきゃいけない、あ、ここなんかあるから記念品を説明するのか、何だ、何もねえ、どうぞそちらの日陰の方にお入りください、開催される公益社団法人日本青年会議所第67回全国大会での成功期間が取り置かれる宮崎神宮と大甲信会会場の開催場所である宮崎神宮東園のご案内をさせていただきます。一般社団法人宮崎青年会議所の上谷慎一郎と申します。よろしくお願いいたします。大会成功祈願と大懇親会が行われるここ宮崎神宮は、古くは神武天皇宮と呼ばれ、その名を通り初代天皇神武を祀る神社でございます。1000年以上に前、以上前に創建され、神武天皇の最初の宮地と言われています。神武天皇は県民に深く愛され浸透し、10月に再興されます
宮崎神宮大祭のことを神武様と親しみを込めて呼んでいます。こちらの全体の敷地面積は25ヘクタールで東京ドーム 5.4 個分の面積があり、敷地内には霊霊を祀る宮崎県五穀神社、五所稲荷神社、宮崎県総合博物館、埋蔵文化センター、民間などの施設がございます。そして周りを見渡しますと神宮の森と言われる林園が広がっています。この林園はですね、以前2600年以前授業でこの前にいらっしゃったあの平和大公園、平和の塔と同時に建設造園されました。平和の塔である平和塔の設計者である日名坊実像は、宮崎神宮を参拝した際に公平を見て宮崎神宮平和の塔の設計デザインを考えたと言われています。そして私の後ろをご覧ください。こちらが大行進会の会場となります。宮崎神宮東神苑です。こちらの東神苑は駐車台数700台を収納可能で、植木市や陶器市などが開催され、過去には大相撲の巡業が開催された実績がございます。また開催時期である10月は平均気温が19度です。大変過ごしやすい気候になっており、降水量も年間で5番目に少ない降水量となっております。私たちは日本全国の青年会議所の皆様を苦楽を共にした神武天皇とその兄弟たちに見立てさせていただき、新時代の開拓精神と情熱を神武天皇の歴史になぞらえて、原点回帰の思いを込めて、ここ宮崎神宮を成功祈願祭と大懇親会の会場として選ばさせていただきました。これで成功祈願祭と大懇親会会場のご案内を終了させていただきます。ありがとうございました。以上に質問があればお受けいたしますので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、大和商会の飯沼と申します。大懇親会についてなんですけども、はい、昨年は文化公園の方を選定されたと思うんですが、はい、まあ、今回ここにこちらは大懇親会の目的により適していると考えられた理由を教えてください。はい、先ほどお話しした神武天皇、初代天皇が宮地とした宮崎で国づくりを行っていった、日本という国を作り原点の場所であるということで、そういう場所が港のここに沿って開催地として適切ではないかと思い選びさせていただきました。ありがとうございます。宮崎神宮の方はもちろんその神武天皇のところの神話の部分を強く感じられるようなものだと思いますけど、この会場でその辺の神武天皇から続くようなその神話の部分というのをどう感じてもらいたいですか。はい、ですね、まあ、この神域全体が神武天皇の元々の宮地ということがありまして、それは会場の大きさとありますけども、この御神域の中で執り行われるということが間違いなく場所としては適切ではないかと思います。わかりました。まあ、実際の時はそういった部分もしっかり演出できるような形で構築していただければと思います。ありがとうございます。こちらの会場、周りに住宅地があったり、また神宮の近くであったりということなんですけれども、騒音に関しては特に問題とは発生しないんでしょうか。もうすでに近隣の住民様にはご理解をいただいています。宮司さんには一応、宮司さんにはもう確認を許可をいただいていまして、近隣の住民の方には随時説明をさせていただきます。ありがとうございます。また過去にもここをなんかそういった大きな催しとって使ったご指摘等はあるのでしょうか。はい、はい、ご過去には大相撲の巡業だったりとかコンサート会場として利用された実績もありますし、こういう大会で言えば初めてのことなので、
初めてのことにチャレンジするっていう意味で、はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、第3の副議長の浅井と申します。よろしくお願いします。こちらの車とかコンバステップとかもあると思うんですけど、こちらの駐車場とかのサッカーとかっていうのを考えてみましょう。こちらにバスを止めていていただいた、最初止まった後ろに西資源という駐車場がございまして、あそこも200台ほどの収容スペースがございます。あと、博物館の方も150台と。駐車場のバスからの中央という大型バスも含めますので、そちらで対応可能です。ありがとうございます。すいません、すいません、ちょっと時間が押してきましたので、続きはバスの方にメンバーに、ご質問していただければと思います。またご乗車、乗車の方ご協力よろしくお願いいたします。ありがとうございました。大会成功祈願、大懇親会会場の予定地となる宮崎神宮は、年間60万人の参拝者が訪れる宮崎を代表するお社です。我が国初代天皇神武天皇をご祭神としています。社殿によると、ここは神武天皇が東征へと旅立つ前に軍を営んだ地で、後に九州の長官に就任した孫の武井渡の御事が祖父のご遺徳を称えるために鎮祭したのが始まりと伝えられています。現在の社殿は明治神宮などを造営した建築家伊藤忠太が設計、明治40年1907年の竣工で、県産材佐野杉で作られています。自然豊かな広大な森に囲まれ、清らかで清々しく、格式と歴史を感じる社は、多くの人の心に静かに寄り添います。宮崎秋の風物詩、宮崎神宮のご神幸祭は、いつの頃から宮崎の人の誇りや思いが親しみとなって、神武天皇のご偉業を称え、五穀豊穣を祝うこのご神幸祭自体を神武様と称するようになりました。神武天皇ゆかりの地宮崎神宮で、そのご偉業を忍び、そのご遺徳を未来に伝承していくことは、この国の原点確認であり、未来を照らす一助となり、大会成功祈願大懇親会会場としてふさわしい地となります。はい、どんな要望とかどんな期待を持たれているのかというのをまたちょっとお話をいただくことになります。よろしくお願いします。すみません、たびたび失礼いたします。まず私ですね、昨年度から、青年会議所の補助金の担当をしているんですけれども、先ほど申し上げなかったんですけども、昨年度ですね、全国大会、広島大会の方にも、同行させていただきまして、大懇親会、卒業式典、一緒に見せていただいております。でやはりどれだけのイベントかというのはこの目で確認させていただきましたし、だいぶ私も JC 寄りの考え方になってきておりまして、もう皆さんにとって全国大会、さらに卒業式典がどれほど重要なイベントであるかということも学ばせていただきましたので、全国大会宮崎大会というですね、やはり皆さん卒業式っていうのがとても重要かと思いますので、あの時自分は宮崎で卒業式やったなと、宮崎でよかったなと思っていただけるようなイベントにしてまいりたいと考えております。昨年度から宮崎 JC さんとはいろいろ連携取らせていただいてるんですけれども、具体的にはですね、会場どうしようかから始まりまして、スケジュールのことですとか、今抱える、課題点とか、そういったことをですね、逐一ご相談いただいているところでございます。でこれからですね、私たちも、最近県の方ともいろいろ打ち合わせを始めまして、どういった部分で支援ができるかですとか、あとは県内ですね、どのように、場所を使っていただくかですとか、そういったところもご検討させていただければと思っております。で県が JC さんに、求めるものとしましては、
実際のところですと、費用対効果ですね、経済効果という言葉に私たちのハートも動くものですからそういった部分もですね、いろいろ情報をいただきながら、これだけの支援をすれば、これだけの効果が返ってきますよというところも見せていただいてですね、一緒に、全国大会構築できればと考えておりますので、またいろいろとよろしくお願いいたします。はい、今ですねお聞きいただいたように、行政とのですね、関係性もこういうふうに、気づかせていただいております。先日ですね、前年度の角谷、直前議長といいますか、前年度の角谷議長の方が、宮崎の方にお越しいただきまして、市民と行政と他団体、それと主幹をするロムは必ず一体にならないといけないという話をされておりました。その話を受けてですね、実際にその話を行政の方にも聞いていただきましたし、前年度広島大会の方もですね、行政の方にご同行いただきまして、こういう大会ですと、それとこんな思いで宮崎でどんな大会ができるのか一緒に考えてくださいという形でですね、もう去年からですかね、もうちょっと前からですけども、一緒に活動をさせていただいているところでございます。行政の方ちょっと ご同行いただいてますので、何かその詳しいこう会場の細かい点に関しては答えられる範囲で答えていきたいとは存じますが、またこれから控える対話集会でもその辺の質問も出ると思いますので、何かこう質問であるとか、行政の方も興味になってらっしゃいますので、行政としてこの辺はどのようなことを考えているんですかとか、行政の方への質問などをですね、受け付けていきたいなというふうに思っております。すごい顔、いかがでしょうか、何かご質問などございますでしょうか。すみません、せっかくなんで、富山青年会議所の理事長させていただいております、今、浩司と申します。よろしくお願いいたします。富山も非常に車社会でですね、もう車がなかったらなかなか生活しづらいということなんですが、ですが今、富山市コンパクトシティということで、なるべく車を使わないような街づくりということで、舵を切っているところなんですね。で、宮崎の場合は、今そういう車だと、例えば高齢化していったときに、その方が買い物も行けないとか、例えば、独居の方もいらっしゃるでしょうし、そういう社会問題に対してどういうふうな方向性で考えていらっしゃるのか教えていただけたらと思います。はい、では。すみません、私もですね、宮崎市と宮崎青年会議所の方が行政とすごく、親密な関係であるというのは今重ねてお伝えしているところでございますが、その理由としてはですね、宮崎市の方はですね、30年以上前から宮崎青年会議所さんの方にですね、宮崎市の職員を派遣させていただいているところでございます。で、大体2年に1回の任期でございますが、で、今私もですね、実際宮崎市役所の職員でまして、去年からですね、ちょっと担当させていただいてるんですが、来年の全国大会まで3年間と、ちょっと、初めての試みではございますが、3年間私の方で、宮崎と、青年会議所の方をつなげたらというふうに思っております。で、今、話がございました富山市さんのコンパクトシティのところでございますが、私は昨年度まで都市計画課というところで街づくりに関して直接的に関わっておりました。で、富山市さんのコンパクトシティに関しましてはですね、全国的な事例としても非常に最先端最新事例を行かれておりまして、LRT などを活用されてですね、高齢者の方々にも非常に優しい街づくりをされているというところはもう全国的にも非常に有名なところでございます。しかしですね、宮崎市の方でも、LRT 等を含めインフラの整備脆弱でございますので、いろいろ進めていく検討しているところでございますが、先ほども長友の方からございましたが、なかなか費用対効果というところで舵を踏み切れてないというところが宮崎の現状でございます。なのでどうしてもですね、宮崎市としては、自動車整備ですね、今回はちょっと迂回路させていただいておりますが、中心市街地の方はですね、道路の幹線も非常に多くございます。で、高速道路等も非常に整備されておりますので、そういった形でですね、で、当日につけます、全国大会の当日につけましては、臨時バスと、普段はですね、
先ほど最初説明ありましたが、30分に1本程度でございますが、臨時バス等をですね、もう話す方向で、交通会社の方とも打ち合わせ進めておりますので、そういった形で対応を進めてまいりたいというふうに考えております。ありがとうございます。ありがとうございました。実際にですね、今いただいたご質問も踏まえてなんですが、前側の方からもですね、非常にその点はご指摘を受けていた部分でございました。実際に、交通のインフラが整ってない、で街自体もコンパクトには、もちろんまとまっていないというところで、宮崎市街地にですね、1000名以上収容できる施設が本当に少なくてですね、ちょっと市街地からやっぱり車で10分15分っていうところにやっぱり点在をしております。そこをじゃあどういうふうに、メンバーの方々に、行き交っていただくかというところで、今のところはもうバス、それとタクシーの方をもう今の時点から、交通会社の方に依頼をさせていただいて、もうすでに バスタクシーの方も仙台単位の方で抑えさせていただいているというような状況ではあります。支援してないよと言われることが多々ございまして、おそらくここまでの関わりをする市も今後なかなか出てこないのかなというところがありますので、そこは一つですね、ご承諾というかご承知いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。その他何かご質問等ございませんでしょうか。はい、よろしくお願いします。鹿児島ブロック協議会仙台青年会議所の内田と申します。全国大会の時やはりホテルがなんか、毎回ちょっと苦労しているっていうのを事務方からも聞くんですけど、ちょっと私も勉強不足なんですけど、宮崎の方の最近、福岡なんかだともう全然ダメでという時あると思うんですけれども、その開催時期の状況とか、並走普段の宮崎の市内の状況、あと市内のホテルで考えているのか、ちょっと他の車で来てもらって、他の市町村のホテルなんかも想定しているのか、そこら辺教えていただければありがたいです。はい、ありがとうございます。多分ですね、運輸宿泊に関しては、これからの多分質疑応答の方でもですね、出てまいると存じますが、ざっくりとした内容をお話しさせていただきますと、今ですね、宮崎の市内にですね、約8000から9000個ぐらいの宿泊施設がございます。でちょうど全国大会を開催しようと計画している10月の 前半ですねにはですね、宮崎の方でフェニックスリーグというものが毎年開催されております。フェニックスリーグっていうのはプロ野球、宮崎の球団12球団全国 の、 プロ野球の2軍の選手の人たちが1ヶ月丸々ずっと12球団の2軍の選手たちが宮崎に宿泊をずっとしててですね、毎年それが10月なんです。で、市とか県からするともう毎年、それで結構な数がほぼホテルが埋まってしまうような数がですね、毎年、来て くださってるんですが、やはり、行政としてはそちらを、本来であれば優先したい、もう毎年のことですからいうふうな話になりまして、そのあたりもですね、ちょっとこう行政の方と詰めていかないといけない内容にはなるんですけども、大体宮崎の市街地に、8000個から9000個ぐらい、でそれとですね、車で30分から40分圏内、これはもう宮崎市をちょっと出てしまうんですが、そこの市まで含めると約1万5000から6000個ぐらいの宿泊施設を 今のところご用意ができる状態というふうな形で計画しております。以上でございます。その他何かご質問などがございましたら、
なく有料道路にまた乗ってしまうので、宮崎のですね、間違いのないお店というのをちょっと少しだけご紹介を差し上げます。地鶏とかですね、夜になると地鶏とか食べれるお店がたくさんあるんですけども、ですね、文系というお店が一番宮崎では結構有名ですね。しかもでもないですね。4ヘクタールの広大な敷地の中に近代的な競技施設と500種42万本の植物で構成された緑の中のスポーツ公園として広く県民に親しまれています。その公園の中でもスポーツランド宮崎を象徴する中心的施設が霧島サンマリンスタジアム宮崎であり、今回の式典会場予定地となります。宮崎県特有の温暖な気候を生かし、内外野総天然芝のフィールドを採用、同様のフィールドを有するスタジアムは九州山口9県でも唯一のスタジアムとなっております。球場の形態は円周が約600メートル、収容人数3万人の巨大な建築物ですが、圧迫感を感じさせないように逆円錐形で高さを極力抑えたデザインになっております。スタンドの配色も太陽の赤と海空の青を基調として宮崎らしさを表現、照明灯はワシントニアパームをイメージした作りになっています。またバリアフリーの施設としてスタンド観客席全域に車椅子席を設け、車椅子使用者が限定された位置ではなく、できるだけ見たい席での観戦が楽しめるようなデザイン設計となっています。球場の愛称サンマリンスタジアムネーミングの由来は、当時の読売巨人軍の監督長嶋茂雄で、建設当時キャンプ地で宮崎に滞在していた際、記者からスタジアムのネーミングについて尋ねられたところ、宮崎の太陽と海を引き合いにサンマリンなんかいいねと答えたことが広く報じられました。さらには公式に愛称を募集したところ、全国から7285通、2350種類の案が寄せられ、そのうちサンマリンを含む応募が当時の長嶋監督が前年まで着用していた背番号と同数の33通であったというエピソードも残っております。プロ野球読売巨人軍の宮崎キャンプは1959年より50年以上も続いており、このサンマリンスタジアムは2001年の開場以降、読売巨人軍キャンプのメイン球場として使用されています。また全国規模の各種大会などでも広く活用されているスタジアムです。宮崎の太陽と海を表現したこのスタジアムで素晴らしい式典を開催いたします。ですね、以前サザンオールスターズさんがこちらでライブがやりたいと言っていただきまして、そういう話であったんですけども、宮崎県の方からそれでも許可が出せないと言われまして、今映像の中に芝生、天然芝を敷き詰めてますというお話がありましたが、非常にですね、宮崎県としては巨人軍の本拠地でもありますこのサンマリンスタジアムをですね、すごく大事にしてまして、サザンオールスターズさんからのオファーもちょっとお断りをさせていただいたような場所でございます。今回ですね、私たちはここで式典をやりたいという申し込みをですね、県庁の方に、させていただいたんですが、やはり一発目の回答は NG をいただいたとこでした。しかしですね、宮崎青年会議所としまして、全国から来ていただいた方々に、この海のそばの巨人軍の本拠地でもあり、有名なこのサンマリンスタジアムでですね、皆さんに卒業式などを行っていただきたいという思いがありまして、今交渉中ということになっております。もう前方の方にですね、スタジアムの方見えておりますので、もう間もなく到着をいたします。もうこういうのね、いいと思いますジュニちゃん、ほら走ってるの、これをコンベンションセンターのところ通るときにやるわけ。来れないの？いや、2日前までじゃ分かんないです。予備日なんですね、試合ので
去年も2日前に分かったんです。じゃああれ借りれない場合ってどういうことなの？なんか買ってたら借りれないとか、そういう予備日ってどういうことなの？だって全天候型でさやれるのにさ、予備日ってどういうことなの？その前に仙台でやってたし、仙台のやってて、そこの仙台の地で雨とか降って、ああ、そういうので、中止になった場合にこっちに戻ってこないと思う。あ、そうなの。そういうことね。それで結局それが分かるのが全部天候のことだと2日前とかじゃない。そうだな。なるほどね。今日試合は入ってないんでしょ。はい、到着でございます。これまだ置いてていいですか。大丈夫です。ここからさすがにあそこで開けないでしょ。メイクロが置いてるから。それちょっと覚えておいて。市の観光局とかさ、だから札幌市の観光局とかに言ったら、ああいう上りあるかな、札幌の。てか、あの客席喋っても大した音じゃないけど、ああいう警告音はすごい。そうですね。で、拡声器プランニングごっこにお願いするときに、ちょっとあれ全然聞こえないから、ちょっと大きめ貸してくれって言ったらいいかも。もう値段出てるから、それはあと貸してくれるでしょ。気持ちいいな。
そう、屋外が多いね。そうですね、やっぱり雨降った時どうしない。やもう、やりきった感じですね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。
すべてのものに感謝する心から育まれた人の温かみや思いやりです。宮崎に古くより伝わる昔神話は、いざなぎの御事が黄泉の国で汚れた体を現在の阿波木ヶ原の禊池で清め、太陽をはじめとする八百万の神々がお生まれになり、光を失った世界を輝かせるために、天の安ヶ原で多くの仲間と話し合い、未来を切り開いてきた物語が描かれており、皆で協力し合い支え合う心、すべてのものに感謝する心、困難を乗り切るための行動力を示し、この精神を神武天皇が大地に浸透させるために、日本の中心を目指して創生された夢と希望にあふれた神話と歴史が結びつく物語として伝わってきました。宮崎の先人たちは、ふるさととして感じていただける自然と心の温かみを持った人が共生する町の未来を見据え、歴史を築いてきました。そして豊かな自然、温暖な気候、その中から育まれた食を通して、歴史、自然、文化、伝統に感謝する陽気で前向きな温かい心やおもてなしは、日向の心として市民に浸透してきました。宮崎は豊かな自然と南国情緒あふれる温暖な気候を生かしながら街を発展させてきました。それを象徴するかのように、宮崎観光の礎を築いた岩木長太郎は、昭和11年から南国を象徴する原木フェニックスを西南海岸に植樹し、3年後には子供の国を開園、その後橘公園、海老の高原へと自然の地形をそのままに観光の基盤を作ってきました。その効果もあり、昭和30年代後半から昭和50年までは新興旅行ブームを巻き起こし、昭和37年にご結婚間もない皇太子ご夫妻が来園したこともあり、青島、西南周辺はプリンセスロードと呼ばれ、観光に柱を置きました。絶頂期の49年には、宮崎市内に宿泊した新婚旅行者が約37万組と、同じ年に結婚したカップルの約 35% が来園されたと言われています。しかし、海外旅行の増加により、観光宮崎は徐々に低迷をし、光を見失いかけました。しかし、観光都市の復活を目指した市民は、自然景観を残したスポーツ施設を基盤として、スポーツランドを提唱し、プロ野球のキャンプ、サッカー、ゴルフトーナメントなど、プロアマを問わず多くのスポーツランド、スポーツキャンプ誘致を通して、交流人口を増やしてきました。現在の日本は、戦後の高度経済成長により、物資的、金銭的に豊かになりました。しかし、物資と金銭の豊かさを追い求めた結果、日本人が古くから大切にしてきた祖国を愛する心が薄れ、詫び、詐欺、助け合い、思いやり、自然との共生など、優れた精神や国民性を犠牲にしてしまいました。宮崎には神話から生まれた歴史や文化、伝統が触れつき、自然温暖な気候からゆったりとした時間、そして自然の中から育まれた食を通して、人に夢や希望、活力、温かみを育む日向があります。宮崎は今、日本人の心に移れてきた祖国を愛する心、思いやり、人の温かみを感じ取れる日本人の心の原点へ回帰できる場所を目指し、
新たな観光都市へと発展を遂げようとしています。貧しい時代を経て実質的、金銭的に豊かな時代に突入した日本において、日本人が古くより大切にしてきた心の豊かさを大切にするという、これまでになかった新たな時代だからこそ、宮崎にある日向の心に触れることで、日本人の心の原点へと回帰し、新たな時代を切り開いていける JC へと変革を遂げていきます。第67回全国大会、宮崎大会を通し、明るい豊かな社会の実現に向け、歩みを進める JC が、宮崎に一堂に会し、日の出の心に触れることで、日本人の心を取り戻し、誰もが夢を描ける日本を実現してまいります。以上です。川越理事長、ありがとうございました。白井13番、大会概要説明です。宮崎青年会議所、副理事長、国保直樹君。副理事長、野崎一成君。よろしくお願いします。宮崎の概要を説明させていただきます。私は副理事長を務めます、国保直樹君です。よろしくお願いします。私たちの住み暮らす宮崎は九州南部に位置し、1998年に収穫都市に指定され、2010年までに周辺4町が増えし、40万都市へと飛躍してきました。その中心を流れる大淀川は、雄大な河川空間を利用して、四季を通じて市民のクラブ活動や夏の風物詩、大淀川農業花火大会が開催されるなど、市民には欠かせない恵みの川として市民に愛されています。年間の平均気温は18度前後と非常に温暖で、潮を照らす平均日照時間は年間2000時間を超え、国内でも上位の日照を有し、豊富な日照量を有効活用した太陽光発電が各地に設置されております。また、宮崎市から北部には、イザナミの御事が磯行を行い、太陽の神、天照大御神が誕生したとされる淡木ヶ原。その淡木ヶ原には、パワースポットとして、有名な江田神社があります。中部には初代神武天皇が祀られている宮崎神宮があります。そして南部には山里志向と豊玉姫を祀る青島神社、神武天皇の誕生の地とされる宇土神宮など神化神話の舞台に含まれています。そして大地の恵みによる宮崎牛、そこ、甘いポークなどの畜産業、キュウリ、ピーマンなどの特性栽培、近年では、大量の卵、金貨の様々に代表される、宮崎らしい果実の栽培が盛んに行われ、官民一体となって宮崎ブランドの開発を行い、自然に感謝する心が溢れています。これらの自然を生かし、古くは新婚旅行の結果として、観光立県として名を馳せてきました。また、温暖な気候を生かして、スポーツによる観光振興を図るために、スポーツランド宮崎を提唱し、プロ野球7球団、J リーグ21チームのキャンプ地の地と、ゴルフサーフィンなどの国際大会、近年ではオリンピック、
強化合宿として宮崎の経済に大きく寄与してきました。豊かな自然を生かし、島の文化を伝え、伝統を守り、夢や希望を描き、未来を切り開いていく力、すべてのものに感謝する温かい心、皆さんの心を持って日本人の子供原点へ回帰できる町としてさらなる発展を遂げようとしています。ここからは大会プログラム会場についてご説明させていただきます。私は副理事長を務めております野崎一成と申します。よろしくお願いします。まずはこちらの会場相関図をご覧ください。主要交通機関である宮崎ブーゲンビリア空港は中心市街地まで3キロ、車で15分圏内に位置しており、各ファンクション会場は中心市街地から半径5キロ以内、車で20分圏内という移動範囲となっております。大会の中心となりますヘッドクォーターはメディキット県民文化センターに設置させていただきます。メディキット県民文化センターは平成5年開館以来、宮崎県民の芸術文化、地域文化の拠点となっている施設であります。中心市街地から2キロに位置しており、宮崎神宮メインストリートである立花通り、飲食宿泊の中心である中心市街地まで徒歩でも20分で移動できます。それでは大会スケジュールに沿って会場の説明をさせていただきます。まず1日目は宮崎神宮と平和台公園を中心にご覧の通りのファンクションが行われます。はじめに宮崎神宮では大会成功祈願が行われます。この会場は日本の初代天皇である神武天皇が祀られており、明治時代以降多くの皇族の方にご参拝を賜っており、宮崎青年会議所としても初詣や厄払い、宮崎神宮大祭の参加など縁のある神宮であります。続きまして平和台公園では開会式ウェルカムレセプションが行われます。この会場は宮崎を一望できる旧遊地に位置しております。昭和15年に神武天皇即位紀元2600年を記念して平和の塔が公園の中心に築かれました。1964年の東京オリンピックの際にはこの平和の塔が聖火リレーの第2のスタート地点となりました。2日目は宮崎観光ホテルメディキット県民文化センター宮崎神宮にてご覧の通りのファンクションが行われます。宮崎観光ホテルでは9時より理事会ブロック会長会が行われます。この会場は1954年に開業し、皇族の方が宮崎の南の際にご宿泊される宮崎を代表する格式のあるホテルであります。続きましてメディキット県民文化センターにて総会アワードジャパン2020社長を行った後、隣接しております宮崎神宮の東神苑にて大懇親会を開催します。この会場は通常は駐車場として使用されております。ここに大きなイベントなどを開催した実績はありませんが、今回私たちの思いを汲み取っていただき、会場として開放されている承諾をいただいております。3日目はメディキット県民文化センター霧島サンマリンスタジアム宮崎観光ホテルにてご覧の通りのファンクションが行われます。はじめに50年間プロスポーツキャンプから愛されているスポーツランド宮崎の象徴である霧島サンマリンスタジアムにて大会式典を行います。球場の愛称サンマリンスタジアムは全国公募によりさんさんと降り注ぐ太陽と雄大に広がる海が宮崎のイメージにぴったりであるとして選ばれました。こちらの会場は読売巨人軍が春季秋キャンプで使用しており、また WBC 代表合宿でも使用されている球場であります。スタンドの配色は太陽の赤、海、空の青を基調として宮崎らしさを表現しており、観客収容は3万人が可能であります。続きまして宮崎観光店の料亭山吹にて歴代体育を行います。こちらの会場は格式高いホテルの一角に位置しており、洗練された美しい和のしつらえと温かい心で友達をする宮崎の雰囲気を感じられる会場であります。
4日目にはヘッドクォーターでありますメディキット県民文化センターにてご覧の通りの全てのファンクションが行われます。次に運輸宿泊計画についてご説明させていただきます。中国近畿方面からは新幹線で熊本、鹿児島まで移動いただき、そこから高速バスまたは JR での移動が可能であります。また関西方面、九州の各県からは高速バスも就航しております。四国方面からは東九州自動車道の開通により以前よりもアクセスが良くなっております。空路に関しましては、羽田空港、伊丹空港、福岡空港から多くの便が就航しております。それらの空港を経由していただくことで日本全国より短時間でお越しいただくことが可能です。現在各航空会社にお伺いさせていただき、増便機体の変更をお願いしております。南部上であふれる空の玄関である宮崎ブルーゲンビア空港から中心市街地まで15分、大会で利用する各施設まで30分以内というアクセスであります。全国どこからでも2時間から4時間程度の移動時間です。最北端の北海道からでも飛行機を乗り継いでいただければ4時間程度となっております。次に宿泊に関しましては、宮崎市内に5200室1万名以上の収容があります。これないじゃないですか。市内から40分、60分圏内を含めますと8600室以上、1万5000名以上の収容が可能であります。またビジネスホテル、温泉旅館、ゴルフ場併設のホテル、どこに宿泊に使っても宮崎らしさを感じていただけます。4月には旅行会社と運輸宿泊部会を立ち上げ、ホテルの部屋確保に動いております。参加される全国の皆様に宮崎に受け継がれてきたあなたの心に触れていただくことで、自然に感謝する気持ち、夢と希望を描き、未来を切り開く力が伝播し、誰もが夢を描ける日本を実現できる大会にします。以上で説明を終了させていただきます。